ジェイデンちゃん、ジェイデンちゃん、鯉のぼりの話聞きましょうね。鯉のぼりの巻。空に泳ぐ鯉のぼり、気持ちよさそう。みんなも鯉のぼりを飾るよ。どうして鯉のぼりを飾るの？それはね、昔中国の川にタンタンという鯉の子供が住んでいました。タンタンは冒険すぎで、広い川のあちらこちらへ一人で出かけては、お父さんやお母さんをハラハラさせていました。ある日、タンタンは鳥たちが空を飛んでいるのを見て、僕も空を飛んでみたいなと言いました。すると、カワセミがやってきて、空はとっても素敵さ、どこまでも続いていて、遠くの海や山のこともわかるよ。すごい、カワセミくん、僕も連れて行ってよ。ダメダメ、空を飛べないんだから無理だよ。そう言うと、カワセミは飛んで行ってしまいました。お父さん、僕空を飛んでみたい。タンタンが言うと、お父さんはたった一つ方法があると難しい顔で言いました。それは、この先にある龍門の滝を登って龍になることだ。僕やってみる。タンタンは出かけました。ザザ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 、ドド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 、龍門の滝は水しぶきを上げ、強大な白い柱のようです。やめるやめる、カニが止めました。この滝を登った者は誰もいてないんだ、カメが言いました。怪我をしないうちに帰れ帰れ、カエルが言いました。それでもタンタンは滝に向かって行きました。ザザザザ、負けないぞ。ドドドドドドド、負けるもんか。とうとうタンタンは滝を登り切りました。すると、タンタンの体はみるみるうちに龍に変わり、キラキラと輝きながら空に登っていきました。みんながタンタンのような元気な子供に育つようにって願いを込めて、鯉のぼりを飾るようになったよ。どうだ、みんなでタンタンの鯉のぼりを作ろうよ。鯉のぼりの巻の話でした。